あのね、めっちゃいいテレビ買った。電気屋さんに行ってテレビ欲しいなと思って見てたら、店員さんがさーってやってきて、テレビを買い求めですか？はい、ちょっと新しく引っ越しするのでテレビ欲しいなと思って、あーいいですよね、今の時期お買い求めですよみたいなことめっちゃ言われて、 4K とかご覧になられますかって言われた時に、 4K、 あモンハンとか 4K とかでやれますよねって話をしたら、なんかその女性のネイルバシバシの店員さんが、あ、モンハンとかあのゲームとか好きな感じですかみたいな感じなんかちょっと、あ、こいつそういう人種かみたいな。そうなんですね、じゃあいいですよ 4K とか、あのオリンピックとか高画質で見れますよ。あ、スポーツとかはあんまり興味ないですかねみたいな風に言われて、私やめとけいいのに、いや、スポーツとか見ますけど、オリンピックとかあれですよね、なんかサッカーとかやるみたいな情けねえノルナリズム、いやバカにされて人気はバカにされて、このまま引き下がれるかあ、じゃあ分かりましたよ、買いますよ有機 EL の 4K のテレビ、いいやつって思って買ったら、そもそも地上波はまだ対応してない、 BS で同時放送してるオリンピックの配信を 4K で見れると。見ねえよオリンピックのスポーツ、高画質なゴミその例のゴミ 4K のテレビは近日届くんですが楽しみですね。あとなんかウォークインクローゼットがあって、でもすごくない？ウォークインクローゼット、あの中で生活できるじゃん、電気つくし。